どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポンタポイントから JAL マイル交換 20% 増量キャンペーンとですね、アメックス限定オファーのねキャンペーンが来ていますので、こちらの解説ねやっていきたいというふうに思います。それではまずですね、ポンタポイントから JAL マイルへの交換 20% 増量キャンペーンということで、2020年のね7月に来てたキャンペーンがまた再来っていった感じとなっております。それではキャンペーンの概要ですね。期間については2020年の11月の2日から12月の31日まで、申し込みまでが対象っていった形になっておりまして、こちらについてはですねエントリー不要というふうになっておりますので、ポンタポイントからですね JAL マイルに交換すると20% 増量されるっていった形になっております。通常のね交換レートが 50% ということで、こちらにね 20% 増量というふうになりますんで、合計の交換レートは 60% でね交換できるっていうふうになります。ですので仮にですね100ポンタポイントを交換した場合は、通常ね50ジャルマイルにね交換されるところなんですけども、こちら10マイル加算されて60マイルにね交換できるっていった形になっております。対象はですね JAL マイレージパンクポンタ会員の方、もしくはですね JAL マイレージバンクローソンポンタカードビザをお持ちの JAL マイレージバンク日本地区会員の方というふうになっております。 JAL マイレージバンクポンタ会員にね登録すると、ポンタポイントと JAL マイルがね相互交換が可能というふうになりますので、まあ登録してない方はねほとんどいらっしゃらないというふうに思うわけなんですけども、もしね登録されてない方はですね、こちら公式サイトね概要欄に載せておきますので、そちらからね登録を行っていただければなというふうに思います。でですね、今回のボーナスマイル分に関しては、通常のね交換分とは別に付与されるっていう風になっておりますので、ボーナスマイル積算時期に関しては2021年の1月末までという風になりますので、この点もね覚えておいていただけたらなという風に思います。それでは次にですね、今回ポンタポイントから JAL マイルに交換すると 60% でね交換可能ということで、ポイントサイトからですねポンタポイントの交換していただいて、そこからですね JAL マイルに交換していただければですね、今回のキャンペーンに載せられるという風になりますんで、ポイントサイトがですねポンタポイントまでのねルートを解説していきたいなというふうに思います。今回のキャンペーンではですね、ポンタポイントから JAL マイルにね交換するっていった形になりますんで、ポンタポイントまでね 100% で交換できるルートとしては、各ポイントサイトからドットマネーを経由してポンタポイントにね交換するっていった形になります。でですね、ポイントサイトから JAL マイルまでのね交換期間っていうのはこんな感じになっております。まあ、ポイントインカム、ハピタス、ライフメディアっていうね感じで並んでるというふうに思うわけなんですけども、どのポイントサイトを利用したとしてもですね、だいたい10日ぐらいですね JAL マイルに交換できるかなっていうふうに思います。まあ、こちらに関してはね通常分っていうふうになりますんで、今回のキャンペーンであるね増量分に関してはまた後ね付与されるっていう形になりますんで、この点はね覚えておくようにしてください。でですね、ちょっとこちらもね一瞬で覚えるっていうのもね結構大変だなというふうに思いますんで、まあスクリーンショット撮っていただくなりですね、もしわからなくなったりしたらですね、またこの動画見ていただければなっていうふうに思います。それでは次にですね、また来ましたね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードに限定オファーがね来ているっていった形になっております。今回ですねタッチ決済で 20% キャッシュバックキャンペーンということで、今回ですねセブンイレブンとその他飲食店ですねタッチ決済で 20% キャッシュバックキャンペーンということで来ております。でですね、キャンペーンの概要ですね、期間が2020年の11月の3日から2020年の12月の31日までっていう風になっております。エントリーが必須という風になっておりまして、こちらね先着50万名という風になっておりますんで、この動画ね見ている方でアメリカンエクスプレスのクレジットカードね保有されている方はですね、こちらね先着っていう風になりますんで、ひとまず動画を止めていただいて一応ねアプリね確認していただければなという風に思います。特典はですね 20% キャッシュバックっていう風になっておりまして、期間中ですね最大3000円までキャッシュバックが受けられるっていった形になります。でですね、こちら支払い金額をですね逆算すると、対象支払い金額はですね1万5000円利用すると3000円ねキャッシュバックされるっていった形になります。で支払い方法に関してはですねタッチ決済ということで、ちょっとねこちら後で解説させていただきますけども、このようなねキャンペーンっていう風になっております。
それではですね、今回のキャンペーンについてはアメリカンエクスプレスのね限定オファーということで、どうやらですねこちらも来ている方来てない方ね存在するっていった形になりますので、もしね来てない方に関してはですね、こちらねすぐ来たり後から来たりってね結構しますので、もしね来てない方であれば、まあ、アプリのねオファーを調べていただくのもそうなんですけども、 PC でねログインしてみたりですね、もしくは数日経ってからねまた確認していただければなっていうふうに思います。後でね確認するとね急に来たりっていうのもね結構あったりしますんで、そちらもですね頭に入れといていただけたらなっていうふうに思います。でですね、こちらの確認方法に関してなんですけども、ちょっとスマートフォンのね画面出しておきますけども、ログインしていただいて下の方にですねオファーっていうのがねあるというふうに思うわけなんですけども、こちらをね押していただくと今回のキャンペーンがね出てくるっていった形になっております。でエントリーもですねここからできるっていった形になりますんで、もしねエントリーしてない方はですねそのままエントリーまでねしておいていただければなというふうに思います。それでは次に対象カードについてなんですけども、アメリカンエクスプレスがね発行しているクレジットカードはね対象っていうふうになっているわけなんですけども、 ANA アメックスクレジットカードとペルソナスタシアカードでいいのかな、こちらについては対象外っていうふうになっております。それでは次にですね、利用先の対象店についてなんですけども、セブンイレブンに関してはですねどこでもね利用できるかなっていった感じなんですけども、それ以外に関してはですね対象店がね決まっているっていう形になりますので、利用される方はですね、まあセブンイレブンがね主に利用される方ね多いかなというふうに思うわけなんですけども、こんな感じでですね公式サイトに対象店書かれているっていう感じになりますので、飲食店等々で利用する際はですねこちらね確実にチェックしてからですね利用してみていただけたらなというふうに思います。こちらね対象だと思ってね利用してしまって後からね対象外ってなると結構ね残念な気持ちになるかなというふうに思いますので、確実にねチェックしてからね利用してみていただけたらなというふうに思います。それでは次にですね、支払い方法に関してなんですけども、今回のキャンペーンはですねタッチ決済ということで、クレジットカード払いであったりですね、もしくはクイックペイ払いっていうのはですね対象外っていう風になりますので、注意していただけたらなという風に思います。でタッチ決済についてなんですけども、こちらね、アメリカンエクスプレスのビジネスゴールドカードなんですけども、ここら辺にありますよね Wi-Fi マークみたいな、こちらがタッチ決済がねできる、まあ、対応のカードっていう風になるわけなんですけども、こちらでですねタッチしてね決済するっていう方法になりますんで、この辺はですね本当に注意していただけたらなという風に思います。またですねこのタッチ決済についてなんですけども、まだね利用先のお店側がですねこのタッチ決済自体をですね知らないっていうことがね結構あるんですよね。ですのでこのキャンペーンですねタッチ決済ね利用する際にですね、お店の方から何で支払いますかって聞かれた時にですねタッチ決済でって言わないですねクレジットカードでって言った方が結構ねすんなりいけるかなっていうふうに思います。クレジットカード払いでって言った時にですねタッチ決済のね部分が光るっていう風になりますんで、そしたらですねもう何も言わずにそのままねタッチしてね決済すると結構すんなりね利用できたりしますので、こちらもね覚えておいていただけたらなっていう風に思います。今回の動画はねこの感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA 周り JAL マイルお得情報クレジットカードマリオットボンボンホテルヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。